おはようございます。おはようございます。今日は鳥取県の三平山に登りたいと思います。夏に一回登ったんですけど、冬は初めてなんで、ヤマップかな、ヤマップで見たらちょっと夏の登山道とはちょっと違うルートをみんな歩いてるんで、今日はそのルートを歩いていきたいと思います。はい、それでは行ってきます。行ってきます。一番乗りだね、平山。誰も歩いておりません。
しょう。ああ、山頂着きましたね。うわあ、ああ、着いた着いた。はい、三平山山頂到着しました。はい。ちょっと風が強かったね。はい、じゃあ、じゃあ、はい。よいしょ。大山はちょっと雲がね、かぶっちゃってるんですけど、でも景色は素晴らしくいいですね。ああ、綺麗だね。うん。三平山の山頂に到着しました。天気良くて景色はとてもいいです。大山はちょっと雲かぶっちゃってるんですけど、なんとか景色は見えております。はい。途中でめっちゃ綺麗だったよね、うん。ちょっとね、山頂は風が強いんで、とっとと下山をしていきたいと思います。はーい。はーい。本当はちょっと山頂でラーメン食べたかったんですけど、ちょっとなんか天気がちょっと今日も下り坂っぽいよね。今はめっちゃいいんだよ。でも天気予報晴れるって言ってたけどね。ちょっと雲が怪しいんでね。ちょっと真っ暗だ、下山してからラーメン食べよう。山頂からちょっと降りてきたところに、なんかね、こういうちょっと広いところあって、風が止んでるんで、ここでお昼ご飯を食べたいと思います。はい、ラーメン食べましょう。はい、お待ちかね、ラーメンタイム。はい、今日のラーメンはこの本場北海道ホタテバター風味ラーメンでございます。楽しみだね。ドーン、ドーン。液体がすごいいっぱい。はい、はい、完成。完成しました。じゃあ食べましょうか。醤油ラーメン。どうぞ、みよさん。いいな。うん、あったかいうちに食べてみてください。結構ね、こう高いラーメンだったよね、確か。うん。180円ぐらいか。200円、1000円買ったか。100円ました。うん。どうでしょう。うん、美味しい。マジか。生麺風。おー、いいですね。いい、うん、うまい。美味しいです。美味しいね。これうめえな。うん、めちゃくちゃうめえやん。これ美味しい。美味しい。ラーメン屋さんみたいな。これ。これ多分700円くらい取れるよ、これ。いけるいける、これ。ラーメン屋さんできるぞ、これ。いいか。うん。美味しいっすね。うめえっすね。今日は鳥取県の三平山に登りました。天気がとても良くって、で昨日雪降ったんですごい新雪の上を歩けたんですけど、とっても楽しかったです。早い時間だけちょっと綺麗な大山が見れたのでラッキーでした。今はかぶっちゃってますけど、うん、でやっぱり雪と青空が揃うと最高だね。最高だね、うん、もう最高、もうなんて言うんだろうフォトジェニックだね。フォトジェニック、うん、最高だ、うん、な景色が見れました、はい、とても楽しかったです。またよかったら登ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。いいよ。はい。